7月3回目の休みでございます。大雨洪水警報も出てたんですが、昼からまた晴れそうなので、ちょっと近場の散策、ポタリングをしていきたいと思います。具体的にはポートアイランドの方面に行かれたらどうですかという話もいただいておりましたので、ちょっとそこまで、軽く雨の合間に、行っていきたいと思います。本日はですね、大トレチャレンジ登山大会というのがございまして、南大阪の方ですね、二条山から和歌山の、和歌山じゃないか、奈良、紀美峠、まで、約35キロを金剛山、葛城山を縦走するようなレースというか登山大会のイベントがありました。トレランとあと登山というのがあるんですけど、我々はトレランで行きまして、私で、4時間30分ちょっと、勝徳さんは5時間7分5時間7分と、いうことで約35キロぐらいをですね、行った時のレースの参加賞で、ございます。だんだんネタが少なくなってまいりましたが、今日もこれで行ってきたいと思います。国道2号線に出てきました。自転車道ではないですが、比較的路肩が広いので走りやすいですね。車がこうやって止まっているところがありますので、手を上げて後ろの車には一応合図するようにはしています。いいですね。なんとなくこう元気をもらえる感じ。立派なアート作品でございます。黄色ですね。ロードを走らずに海の方まで出てきました。海の色がちょっと濁ってますね。何度来てもいいですね。水を飲むのもちょっと慣れてきました。なんかこうお尻が痛くならない走り方っていうのがあるんですね。なんとなくね、まだまだ 100% じゃないですけど、なんとなく乗り方っていうのはきっとこうなんだろうなっていうのが少しずつ分かってきたような気がいたします。今日ポートアイランドから、神戸空港の方まで行きたいと思います。平坦だと心拍はやっぱり120台ですね。普段平常時の私の心拍は、40後半ぐらいです。少なめだというふうに聞いてます。今日の六甲山はやっぱり、曇ってるほどでもない、曇ってますけどね、霧の中という感じではなさそうです。濁りがひどい。ちょっと、スープカレーみたいな感じになってますね。なるほど、これはいいですね。ポートアイランド、ポートピア81っていうのがあったんです。小学校3年生、5年生ぐらいだったんです。懐かしい。ポートピアランドがなくなりましたってね。神戸空港に向かう橋を渡っております。快適ですね。車はほとんど通らないし、海は見えるしで、ちょっと360カメラから海が見えますかね。
大阪湾の方が広く見えますね。ああ、これは YouTube を通して、ここはいいですよって言っていただいた方からメッセージをいただきましたので、梅雨の合間に来てみましたが、思いのほかいいですね。これはまたリピートしそうなコースになりそうです。服がバタついてますけど、まあサイクルジャージでしょうね、やっぱりね。そのうち導入したいと思います。神戸空港までやってきました。ここは神戸空港の横にある結婚式場なんですけれども、家から約30キロぐらい、29キロですね、ありました。2時間ちょっとぐらいで来たような感じですね。思いのほかやっぱり邦愛に入ってから走りやすくて、車も少ないですし、非常に良かったですね。ただここのレストランで、空いてたらランチでもしようかなと思ったんですが、やっぱりコロナの影響か全く空いてるような雰囲気は、ありませんでしたので、1時ですね、1時前ですね、だいぶちょっとお腹が空いてきましたので、またコンビニか羊羹でも食べて、戻っていきたいと思います。今日は雨という予報だっただけに、周りは青空が出て晴れてきてますので、こんな感じですね。ここは、海もちょっと出てあって、遊泳禁止と書いてありましたけど、なかなか綺麗な場所でございます。こっちがレストランもある感じですね。ツーリングには非常に、走りやすい場所でした。で、今回導入したやつはこれなんで立ってんだろうっていう感じで、もう見えちゃってますかね。飛行機来ました。こんな感じで、ここに支える棒です。こいつですね。これ何だったかな、見えない棒だったかな、なんかそんなやつがありまして、それを導入しました。それからカツオクが、ペットボトルですね、もうお安いやつですけど、ちょっと、購入させていただきました。最近なんか保冷のペットボトルじゃないわ、ボトルがありますけど、これはちょっと効果あるんですかね。導入しようかなと思いながら、まだ買っておりません。またご意見いただければ幸いでございます。では戻ってまいりましょう。ちょっとぐるっと一周してみましょう。走ると涼しいですね。来てここで食べるのがよろしいですね。ハワイ結婚式場みたいな感じでしょうか。スピードトライいきます。今26。
40キロ、45キロは遅いというメッセージをいただきましたので、さて、いくら出るんでしょうか。ちょっと、達夫君の後ろについていきながら、もうダメだ。出ないよ。もう一個。47が限界だったかな、多分。貧脚でごめんなさい。無理っす。ホイール変えたらいいのかな。心拍は116でした。しんどい。発足後ろ見えません。神戸空港に渡る橋の頂点ぐらいにいます。六甲さんが綺麗に見えてますね。とても良い道でした。コンビニです。ご飯、まあ、相変わらずですが、こんな感じで頂戴したいと思います。はい、ではいただきます。